言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。小声で喋っております。今深夜なんでね、寝れなくなっちゃいましたよ。ちょっと 朝までまだ時間あるけど起きちゃってね、たまたま起きたんですけど、ニュースをね見たらすごいことが書いてあって、ラジオ配信じゃなくて顔出して言いたかったけどね、これはもう早めに伝えないとなって思って、共有したいなと思ってね、あのBE:FIRSTがアメリカのロサンゼルスでライブします。おめでとうございます。マジでサムネに書いたと思いますけど、 80s のライブのゲストです。 80s がね、これもすごいですね。アメリカ北米でツアーをするっていう形で、リンクも貼りましたけれども、本当にそのアメリカで評価されているっていうのはね聞きましたけど、このレベルなんだなってのマジで思いましたし、そうなんですよ、 80s のライブのゲストでアメリカのロサンゼルスに出演っていうことなんですが、 BMO スタジアムでいいのかな、まあとにかくそこでやるんですね。2024年 80s ワールドツアー Towards the Light Will to Power in North America ということで、オークランドとかロサンゼルスとか、あのいろんなとこでやりますね。ダラスとかで、ニューヨーク、ワシントン、トロントなどなどですね。あの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13公演、すごいですねマジで。いや、このこれはすごいですね。でその中で BE:FIRSTがロサンゼルスでやる2日間、そうなんと2日間ですよ。この2日間出るっていうことですね。7月の20日と7月の21日、もうすぐじゃんって思ってね、初の海外ライブっていうことになりますね。 BE:FIRSTのね、あのゲストっていう形ではありますが、でもやっぱりこうアジアだと思っていましたがね、初の海外、なんとアメリカのロサンゼルスですね。で BMO スタジアムですけど、あのウィキペディアを調べました。どういう場所なのかなっていうのが、そもそもスタジアムって書いてあるんで、それだけの大きさの場所ですよ。スタジアムをアメリカで埋められるっていう、そういうグループなんだなって改めて思いました。 80s がよく BE:FIRSTとコラボしてくれたなっていうところもあるし、しかもとっても喜んでくれていた感じだったりするし、で、あのまあアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに所在するサッカー専用スタジアムっていうことで、そうサッカーのスタジアムですね。でこちらは2028年のロサンゼルスオリンピックで、あの一部の陸上競技と男女サッカー競技会場として使用される予定ということだそうで、オリンピックでも使われる予定のスタジアムなのだそうです。まあ、とにかくね、ここでライブをする 80s、そこに招かれる BE:FIRSTっていうことですね。いやー素晴らしいですね。すでにもういろんな人たちが当然のように反応しております。これは私が眠れなくなっちゃった理由、わかりますよね。叫ばないように、自分の心をすごく落ち着かせながら話しています。顔つきはニヤニヤしています。BE:FIRSTグローバルの方のアカウントでもこちらについてはもうね語られていますし、外国からの反応というのもありますね。まあ、とにかくこれですごいパワーアップすると思います、 BE:FIRSTも。ただね、7月の15日と7月の19日ね、インスパイア東京、そしてバズリズムライブ、バズリズムライブが7月の19日かな、7月20日と21日はそれ終わってからすぐアメリカに飛ぶってことか。すごいですね、時差とかもろもろあると思うんですけど、とにかくね大きいスタジアムでのライブっていうことで良かったなと思います。緊張すると思いますけど、やっぱなんかこうなってくるとあれですね、本当に THEFIRST 終わったばっかりの頃のねライブだったりとか音楽番組とか出ることができて、あ、うちのBE:FIRSTは大丈夫かなっ
て思ったりした感覚がちょっとまた思い出されてしまいましたはい、なんか寝れなくなりましたね。さっきも同じこと言ったけど、まあ、そんな感じです。いや楽しみですね。はい、で、まあ、これと同じように、まあこれだけの話っていうのもいいんですけど、別個ではまたね情報がありますんで、いくつかね共有しますね。まずは Amazon プライムビデオで BE:FIRST Live in Dome 2024メインストリームマスタープラン、もう見れるようになってますね。 Twitter の方でそれについてのコメントとかもうすでにしている方もいらっしゃいますし、これでね皆さんぜひ、見ていただいて、はい、とにかく BE:FIRST がライブでこういうことやったよ、ドームでこれやったよっていうことがね分かるんで、でこの中での映像とかもろもろあると思うんですけど、なんかこう曰く付きみたいな感じの感じませんこれ。あ、まあちょっと見てみたいただいてからの方がいいかな。こう実は世界観がマスタープランの次8周8周にもつながっていたんではないかみたいな感じで思わせるような映像じゃないですかね。いずれにしても SF とか近未来系ではありますよね。はい、こちらも楽しみですし、私もねぜひこれはまた見たいです。まあ見ますけどね、起きちゃったからこれ見るか、仕事の時間まで余計寝れなくなるな、まあ、寝るつもりもないけど、もうこうなっちゃったらね、もう2時40分だし、うん、ちゃんと睡眠取んないとなって思ってるけど、はい。で、それから7月12日が本日なわけですけど、俊斗くん、龍平くん、ジュノくんの出演の情報があります。ワンピースカードゲーム最新情報で、ワンピースカードゲームと BE:FIRST の特別番組が配信決定ということでね、2024年7月12日金曜日20時より、20時ですね、 YouTube ワンピースカードゲーム公式チャンネルにて BE:FIRST との特別番組新6色スタートデッキバトル with BE:FIRST が配信されます。7月13日土曜日に発売される最新スタートデッキの発売記念番組で、今回はワンピカードの会の CM に出演した俊斗さんをはじめ、龍平さん、ジュノーさんが登場。動画ではワンピースカードゲームの対戦も行われるので、3人の中で誰が強いかが判明するかもしれません。配信をお楽しみにということです。今度はね、俊斗くん、龍平くんに加え、ジュノンくんですね。ソータくんはもしかしたら別の仕事なのかなとか、でもジュノンくん出るのも嬉しいですね、とてもね。はい、という形でございます。最新スタートデッキが7月13日に出るんですね。こちらも楽しみですよね。ワンピースに関しても、もうワンピースのね漫画はワールドワイドですし、エイティーズもそうですし、でもこれもすごく面白いなって思うのが、まあ今はそんなにガチガチにそのコンセプトってわけじゃないと思うんですけど、エイティーズは海賊コンセプトのグループなんですよね、もともとね。だからエイティーズはリーダーではなくキャプテンと呼んでますね。海賊ですからね。はい、いいですね、キャプテンね。ホンジュンさんですね、っていう形です。でその海賊モチーフのエイティーズとワンピースは海賊ですから、ルフィたちはね、その海賊にとても縁があるということで、なんかいいですよね。BE:FIRST もちょっと海賊とか似合いそうだなって気がしますけどね。はい、まあそんなことも思いました。そう思うとなんか 80s が BE:FIRST によく似てるというのが、とてもわちゃわちゃしていて、まとめ動画とかでもちろん愛情を持ってのことですけど、 K-POP 界一の騒音集団っていうね、面白いまとめとかがね、ファンが出しているのがあったりするぐらいで、まあ、そういうところも非常にいいなと思います。これについては、私が別個で扱っているベビーメタルが、もともとレディー・ガガとかね、海外の先輩アーティストに助けられて、その海外の経験を積んでいたっていうところがあります。だから、ね、海外に関してはエイティーズだけど、そもそも日本ではウーバーワールドのおかげで、M ステに出ることもできたし、BE:FIRST の、そのね、真摯にやっているところで、それで結果も残してるっていうところで、先輩がこのフックアップしてくれて引っ張ってくれるっていうところがあると思うので、本当にスカイハイが掲げてきて BE:FIRST がやってきたその道というものが本当に出来上がっているなっていうところでね、なんか一見
遠回りなのかなって知れないこととかもちょっとやってきたように一般的な感覚からは思うけど、結局はそれが一番正しい道筋だったのかもなっていうところはあるのかもしれません。まあ本当に BE:FIRST は新しいことをやってますから、当然ですけど改めて私たちなんかでは、私たちというか私なんかではね、考えが及ばないなっていうところはあって、まあいろいろ語ってますが、とにかく嬉しいなと思います。はい、というわけで、まあ 80s のねライブのやつとか、それからもろもろのインフォメーションリンク貼っておきますし、それからワンピースカードゲームの、ね、出演のこともね、 YouTube だから配信したらいつでも見れますが、そういうところもありますしね、それから東京ドームツアーの東京ドーム公演の Amazon プライムビデオでの配信、こちらの方のリンクも貼っておきます。またそちらのドーム公演の方もね、また見たら感想も言えるかなっていう気がしますんで、はい、そんな感じです。はい、それではね、深夜で失礼いたしました。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。